ターホースの排気ボタンを押しながら水を入れていきます。だいたい15秒ぐらいですかね、適当ですけど。で、入れたら、排気ボタンを押しながら膨らまします。排気ボタンを押したまま吹き込んで膨らまします。パンパンにしてください。お二人はこのオーラル吸気めちゃくちゃ上手ですね。あのね、ボビング法みんなできなくてなんか四苦八苦するんですけど、お二人はすごい速攻終わりましたね。さすがでした。はい、そしたら、ちょっと逆さにしてシェイクします。中の海水を洗いましょう。中の水シェイクして洗ったら、また排気ボタンを押しながらですね、中の水を抜いてください。インフレーターホースの根元のところに一番水が集まるようにこう低くするとですね、